ニャルラトホテプ、ハワード・フィリップス・ラブクラフト。ニャルラトホテプ、ハイヨル混沌。残ったのはもう私だけ。この何もない空を聞き手にしてお話ししようと思います。そもそものことははっきりとは思い出せません。でも何ヶ月か前です。みんなひどくピリピリしていました。世の中がひっくり返ろうとしているところへ来て、なぜだか強く身に危険を感じて不安になる。あたりがどこもかもが危なかったのです。夜をただわけもなく怖がる、そんな極端な時にしか感じない類の危険です。思い出せば、道を歩く皆さん真っ青な浮かない顔で、何かの前触れだとかこれから先のこととか囁くのですが、どなたもわざわざ繰り返したり聞いたことにうなずいたりはなさいませんでした。国中はこれからとんでもない罰を受けるかのようで、星空の奥の深い闇から吹き荒れる冷ややかな風に、人は暗く裏寂しいところで震えていました。四つの季節が巡る中、悪魔のような異変が起こる。時は秋で、暑さがいつまでも引かず誰もが胸に抱くのです。この世界、いえもしかするとこの宇宙はもう暴走するだけではないのか。私たちの知る神様も、神様の天候を操る力も、あるいは預かり知らぬ力も、もはや及ばないのでは。そんな時です。ニャルラトホテプがエジプトから来たのは。何者なのか誰にもわかりません。ただ古代エジプトの血族とかで、ファラオによく似た顔立ちでした。農夫の皆さんは目にするや膝をつきますが、わけは本人にもわかりません。あの方は言うのです。我は2700年の闇から目覚めけり、我はこの星ならぬ地より御事の利を預かれりと。文明の進んだこの地によみがえったニャルラトホテプは、暗い髪の毛、くびれた体の黒いお方、いつもガラスと金属の不思議な器具を頼りにしては、それをもっと不思議な道具にくっつけて。あの方の話には科学のことが多く、電気学とか心理学とか、その後に力を見せつけられるのです。それで目の当たりにした人は皆言葉をなくして、たちまちその名がとどろくようになりました。人は隣の者にニャルラトホテプを見に行けと勧め、震え上がるのです。やがてニャルラトホテプの行くところに安らぎはなくなります。だって深い夜に悪夢の叫びがこだまするのですよ。悪夢にうなされることがみんなの悩みになるなんて、そんなの今までなかったのに。こうなると、いくら賢い方でも、いっそ深い夜に眠るのを禁じてくれればと願うしか。そうすれば街に悲鳴が満ちることも、青く哀れな月が思い悩むこともなくなり、ただ橋の下、緑の水面にやめる空の下、崩れた塔に光をたゆとうだけとなりましょう。思い出すのはニャルラトホテプが私の町、大きく歴史もある犯罪の絶えない恐ろしい町にやってきた時のことです。友人からあの方のことを伺って、そのお話がゾクゾクするほどの魅力があり惹かれるのだとか、私もその謎の奥に何があるのかと胸を突き動かされまして、
友人が言うには、私がどれだけ想像をたくましくしても、それ以上の怖さで忘れられないというのです。真っ暗な部屋のスクリーンに投影されるものは、ニャルラとホテプを置いて誰にも口に出せない予言であり、ふとつぶやいた言葉でみんな開かれるというのです。これまで目に浮かぶだけで、決して開かれたことのないものが。また、こんな噂もありました。ニャルラとホテプに会ったものは、誰も見たことのない光景を目にすると。それは秋の暑い日のこと。ニャルラとホテプに会おうと、落ち着きのない群衆と共に、私は一夜を過ごしました。息苦しい夜を抜けて、終わりのない階段を上がり、行き詰まる部屋へ。そして見たのです。スクリーンに投影されたのは、廃墟。その中の頭巾をかぶった人影。それを崩れた石碑の後ろから、邪悪な黄色い顔がいくつも覗いていて。そして次に、世界が暗闇と戦う光景。敵は宇宙の果てから押し寄せる破滅です。光を弱め、冷たくなっていく太陽。その周りを巡りながら、この世界がもがく。その瞬間、集まった人たちの頭上で火花が飛びました。皆さん驚いて、髪の毛は先の先まで逆立ちましたが、なおも映像は言いようもないほどグロテスクなものへと変わり、人々は頭を抱えます。そこで私は他の方よりも落ち着いてまともに考えもできましたから、まやかしです。ただの静電気です。と、そのようなことを震えながらも、ボソボソと口に出したのですが、ニャルラとホテプは私たちを皆外へ叩き出してしまって、みんなめまいに襲われながらも階段を下り、むしっとした人のいない真夜中の通りへ出て行きました。私は声を上げて叫びます。怖くない。こんなもので怖がりません。すると、他の方も自分の心を落ち着かせようと声を上げました。みんなでお互いに確かめ合うのです。この街は何も変わってなどいないし、まだちゃんとここにある。すると通りの電灯がチカチカしだしたので、みんなで何度も何度も電力会社の文句を言い、自分たちが変な顔をしていると笑い合いました。あの時、確かに私たちは感じたのです。緑がかった月から降りてくる何かを。だって、月の光を当てにし始めた途端、私たちは知らず知らず、考えもしないのに不思議と列を作ってしまっていて、当てもないはずなのに、どこかへ向かうかのようで。ふと歩道の方に目をやると、伸びた草で石がずれていて、錆びたレールでなんとか路面電車の線路が分かったと思ったら、その後に見えた列車の車体は、ただポツンと、窓も割れ、荒れ放題。ほとんど横倒しのありさまで、みんなで地平線のあたりに目をやると、川岸にあったはずの三つ目の塔も見当たらず、二つ目の塔も頂上部分が崩れていると、その影からわかりまして。やがて、私たちはいくつかの細い列に分かれました。それぞれが別々の方へ引っ張られるような感覚で、一つは左の狭い路地に入り、姿を消しました。後に聞こえたのは、ただおぞましいうめき声だけ。もう一つは雑草の生い茂る地下鉄の入り口へ列をなして下っていきました。狂ったかのように、
高く高く笑いながら、私のいる列は開けた場所へと吸い寄せられていって、そしてふと、暑い秋のはずなのに寒気を感じたのです。それもそのはず、暗い荒野の土へと踏み出した私たちへ、周りから月の光をまがまがしく照り返したのです。気持ち悪い雪が。その雪はなぜか足跡一つなく、ある方だけは吹き払われていて、その場所に暗い穴がありました。白い雪に囲まれて、一層黒々として、そしてあまりにもか細く見えるその列が、穴の中へ夢見心地で一歩一歩ゆっくりと踏み出していくのです。私は踏みとどまろうとしました。黒々とした穴に、その周りで雪が緑に光っているのです。私には恐ろしくて、一緒にここまで来た皆さんもどうやら泣きわめきながら消えて行かれたようで、ですが抗う力も出てこないのです。先に行った方々から招かれるかのように、私は大きな雪だまりの間を半ば流れるように、震えながら怯えながら、想像もできない何も見えないその穴の中へ吸い込まれていって、震えて悲鳴を上げていたのか、おかしくなって押し黙っていたのか、唯一知る神様たちももうおりません。我を失い、感じるままの一つの影が、手ならぬ手の中でもだえ苦しみ、真夜中をいくら過ぎても、何も見えずにただ回るだけ。あたりには腐りゆく生き物、死んだ世界の死体だらけの、かつて町であった傷跡、死者を治める風が青ざめた星空を吹き抜け、星々がわずかに輝く、あらゆる世界を越えてきた化け物じみた何かのぼんやりとした幻、汚れた寺院の半分だけ見える柱は空間の下の名状しがたい岩を足場として、光と闇の全域を越えためくるめく何もない空に向かってそそり立っています。そしてこの宇宙のおぞましい墓場にこだまするくぐもる狂おしい太鼓の音、高く単調にかすれゆくこの世ならぬ笛の音、その源は時の彼方の人知を超えた光なき複数の部屋、やがて呪わしい太鼓と笛の音に合わせ、そこで緩やかに無様に、そして愚かしく踊るのは筒闇の巨大な究極の神々、目もなく声もなく心もない怪物の塊、そいつが化けて現れたものこそニャルラとホテプなのです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。